さて今週も始まりました FM ギノワン K&K のミュージックキャノン、ポップ担当カオンとロック担当のコート、ミキさんのキャンです。3人でお送りしていきたいと思います。お願いします。よろしくお願いします、はい、ではこの番組は美味しいオリオンビールが飲める名護市にあるチナ商店の提供でお送りしております。はい、今日もよろしくお願いします、はい、お願いします。ありがとうございます。お願いします。では今日もセレクトでお送りしていきたいと思います、はい、まずはロックから、今日前半ロックからお送りするのは、はい、ギタリストジョー・サトリアーニの、曲の中から1曲目ヒル・オブ・ザ・スカル、2曲目サマーソング、3曲目クラッシング・デイ、4曲目サーフィング・ウィズ・ジ・エイリアン、5曲目オールウェイズ・ウィズ・ミー・オールウェイズ・ウィズ・ユー、6曲目クラインというふうにですね、6曲ぶっ通しで流していきたいと思いますが、一旦 CM 挟んで流していきたいと思います。はい、ありがとうございます。じゃあ追加していきたいと思います。はい、はい、それでは皆さんこんばんは。今日もやっていきたいと思います。はい、はい、今日後半の、ビール提供というかプレゼント企画を、はい、今日でも誰にするって決めていこうと思うので、あの欲しい方欲しい方はちょっと挙手制なんで、コメントいただけるとすごい助かります。で、もう基本としては FM 技能で取りに来てくれる方、その条件になります。で、今、1ケースあるので、その6本入りの1パックっていうのかなが4つ入っているので、4名様限定で差し上げていきたいと思いますので、もし欲しい方は技能 FM 技能で取りに来れる方が条件です。はい、挙手をお願いいたします。では早速いきましょう。スプレグさんから、静岡県から、おこんばんは。こんばんは。今日静岡なんだ、いいですね。カープボーイさん、コウさん、カオンさん、マリリン、キャンソンさん、皆さんこんばんは。週末の大雨はすごかったですが、なるほど、水害、水害やばかったですね。本当すごかったね。スプレグさん、おお、ジョー・サトリアーニが来ましたか。はい、ジョー・サトリアーニです。はい、後ほど流れてきますので、はい、ナルトラさん、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。カープボーイさん、それはビールだったらもちろん欲しいよ。しかもオリオンビール。いつも名護ビールしか飲んでないけど。そして、オリオンの名護ビールね。これ名護だね。名護やね。クラフトラガー。うん、名護ビールを、お、あ、の、おい。これ美味しいんですよ、本当に。美味しいよね。美味しいです。でも最近のさ、オリオンビールまたちょっと新しいパッケージ出たでしょ。え？ドラフト。なんかレトロみたいなやつ。あれもちょっと気になってるのもあるし、ちょっとね、気になってますよ。クラフトはやっぱりちょっと美味しいですね。兄さん、ありがとう。その日暮らし。お、その日暮らしだ。かわいい。なんか色が変わってるね。その日暮らしっていうのがある。ん？行こうって書いてる、もしかして。行こうって、兄さん、ビールを取りに行こうの、行こう。どっち？メガネちゃん、こんばんは。お久しぶりです。ちょっとマジでお久しぶりですね。こんばんは。よろしくお願いします。はい。では、今日はビールのプレゼント企画をやってます。オリオン、クラフトラガー、名護ビール。で、1ケースあるんですけど、4名様限定で、しかも条件が FM ギノワン、このラジオ局に取りに来れる方にさせていただきます。はいはい、お願いします。ナルトラさん、最近オリオンが赤い色のビールと青色のビールを出したのが気になる。私が言ってたやつだよ。わかるよ、めっちゃ気になってる私も。そう、中身が赤と、あ、中身は分からんけど、缶が青と赤っていうかね、ピンクっていうかね、可愛いのが出てるんですよ。それがすごい気になる。分かる。缶が中で、中はだってまだ発売してないから中が分かんないわけよ。そうそう、クラフトだったらでも多分もしかしたら色ついてるかも。楽しみ。今キャンさんが画像出せるかも。ゴーさんがあー来てる。あー次はいい。あーは何のあー。ナルトラさん、ビールプレゼント FM ギノワンにメールしたらいいですか。挙手してください。挙手。ゴーさん何している場。あー、キャンさんかな。カープボイスさん、今国際通りにオリオンビール T シャツをつけた修学旅行生が大量発生しているらしいね。
しかも不契約は女子高生みたいね、うん、飲めないのにね、ああ大体つけてる子が女子高、あ、まあね、飲めないからっていうか、なんか可愛いって有名らしいですよ。まあ確かにでも可愛いよね、はなんか小さいなんかホットパンツに合わせるとまたいいし。コウさんからキャンチとコウさんとカオンちゃんこんばんは、こんばんは、はーい、ナルトラさん、あ、いいですね、じゃあナルトラさん決定で、でカープボーイさんも先週取りに来れるってことだったんで、お二人は決定させていただくので取りに来てください、ご自身のタイミングで大丈夫なので、できるだけでもなる早でお願いします。沖縄大好きなこんばんは、ちらドラマ366日見終えました、めっちゃ良かった。なんかあれでしょ、毎回違う方とコラボしてるって聞いてるんで、ちょっと初めから見ればよかったなって私は後悔してるんですけど、なんで366日なのかなってちょっと思ってますけど、いいね、終わったんだ、ちょっと今度の見ます。坊さんが便乗ナルトラん来るってこと、メジャーお久しぶりです、怪我どうですか、今回は前に当たったので別の方に譲ります、こんばんは、こんばんは、こんばんは、めいちゃん体調はどうかな、なんか怪我したって言ってたけど良くなった、兄さんお三人様こんばんは、部屋で仲居のヤモリ見つけたよ、中くらいだ、中くらいのヤモリ見つけたよ、外に出したいけど逃げられたよ、ゴムパッチにしてヤモリ、なんかね、やるはゴムでパッチにして、お腹プニプニして、マジでさ、掴める人、はい、わあ、いた、掴める、やるわ全然、やるわ全然、何を G はダメだわけ、ゴキブリからもダメ全然、いやいやいや、 G は死なせばいいさ、たっぺらかせばいいけどさ、いや、お家の中であれ卵を落としたら寝たじゃない、はい、いいし、 G は、まあ、触りたくないじゃないですか、チューが危ないさ、チュー、いや、ヤモリの方がヤバくない、いや、ヤモリはトカゲなんだよ、ああ、そういうスタンス、めっちゃ鳥肌立つ、最近なんか気持ち悪くて、たまたま入った袋ごとヤモリを外に逃がしたい、でもあれ死なす人いるの、だだだだ戻ってみよう、外に出したいけど逃げられたよって、家の中にじゃあ入ったんだ、兄さん頑張ってファイティング、ゴーさんケア向けミュージックキャノンのコメントでナルトラさん見るの初めてかもって、いや、あの、え、結構いらっしゃるよ、いや、あのね、ちょこちょこ小出しにしてくる、うん、結構いらっしゃる、呼んだらあの、はーいってくる感じいらっしゃる、いらっしゃる、いいね、ありがとうございます、ナルトラさんありがとうございます、明後日の自分の番組後に持って帰りますぜひ、ありがとうございます、あ、いいね、早いのがいいです、ぜひぜひ、沖縄大好きさん、今日で最終回でした、もうそう、よかった、怖いくらい覚えてる、あなたの匂い、仕草全てはもう最高ですよ、マジで、今日は誰とコラボだったんだろう、めいちゃんおやすみなさい、あ、体は元気です、足だけはまだ走れません、 あ、そうなんだ、あの、歩けるの、歩けますね、歩けるんだ、後ほどメール送信します、え、結構だね、致命的よ、まあ、マジで気をつけてくださいね、いやー大変だ、カープボーイさん、ヤモリがいた方がいいんじゃないの、虫食べるし、いやー、クズ、クズをさなければそういうことじゃない、あの、落とすものがなければ別に、そうですよね、あれ、ほらね、あの落下物が問題なの、落下物問題ですね、うん、いやいや、いる、チュンチュンチュンが問題でしょ、泣くや、あと、僕の前職ので言うとヤモリってどこにでも入ってくるんで、あの、うん、基盤関係がやっぱり、あ、やばいね、ああ、電気みたいな、はい、中とか基盤の中、もう基盤の中でわーって入ってってバチンって触って焼けちゃったりとかするんですよ、あ、でも死ぬんだ、死ぬんだよね、でもだから電気系統がダメになるんですよ、やば、やば、どうでも原因になるので、どっちにしてもキモ、かわいそう、ヤモリとイモリは何が違うのよ、あの、変わらないでしょ、あれ種族が違う、でも変わんないで、足もみんな同じぐらいあるし、指も一緒だし、見た目、ヤモリはトカゲです、やるは家にいるし、なんでさ、あのちっちゃい時にはさ、あの触れたのに今触れなくなるんだろうね、イモリはどちらかというと両生類ですよ、うん、いやウパルパに近い、ウパルパもよくよく見たい、サンショウウ、サンショウウ、あー、もうサンショウウ、何食べるの、はい、ウパルパ、餌、ウーパールーパー何食べるんですか、イブシとか、虫あげるの、虫ですか、虫、かわいい顔して、恐ろしい、ユウよし、あ、マジで鳥肌立つ、やめよ、姉ちゃんから訂正、走ったりできません、いや、でしょうね、あの、無理しないの、どれぐらいの全治、何ヶ月なん、3とか5とか、
D さんがカーテンの上から私を見下ろしてヤマリが怖いよ。ね、やめてって。ありがとう。めっちゃウケる。狙われて、分かる。でもさ、もうこれさ、どうにかしないで発見してるから寝れないパターンよね。このパッチ。いやー、D さん今てんやまんやしてんだ。メガネさん、確かにオリオン T シャツ着てる人いっぱいいますよね。着て歩いたらバレないかな。どうなんだろう、バレない。もう着てる人イコール観光客だから、まあ確かにバレないんじゃん。オリオン T シャツのちょっと白のロン T とか結構かわいい。かわいい、そう。スタイルが結構いいですよね。しかもさ、なんだろう、やっぱりあのデザインがいいんだろうね。ダボっとしてちょっと使いやすい。うん、かわいいんだよ、白 T。だからやっぱり白 T がかわいい。はい、復刻版とかもかわいいけど、なんか、やっぱりあの、オリオンビールかわいいよね、確かに。オリオンさん、いいね。郷さんから、なるまるらのコメントは見えない。どういうこと？なんてねって。沖縄大吉さん、YouTube 見てからのお楽しみ。あ、さっきのやつ。あ、さっきのドラマ？あかん。え、何 ?YouTube で？で、ドラマの中では、コラボをしてないってことなんだじゃん。ドラマの中では、泉ちゃんが歌ってるやつが流れるってこと？え、私勘違いしてた。コラボのやつ流れると思ってた。コラボのやつが流れてるんですね、ちょっと。え、YouTube 見てからのお楽しみって。あ、今から、ちょっと待って、もう、OK。兄さん、喉鳴らしてやがるって、ほら、やっぱり、ヤモリ、いやー、ふんふん落とすから嫌いって。そう、あの、ラッパ物の問題なの。なんかあれですね、ふんふん落とすとか、窓際係長みたいですね。いやふん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 超やだ懐かしい。もう寝れんよ、これ。今のネタわかる？全然わかる。あ、わかんない。全然わかる。シュペルメさん、イモリとタモリは何が違う？いえいえ、そもそもが違うわ。懐かしいわ、このイモリ。タモリだ。タモリさんさ、あんまり画面からいなくなったと思ったらまだいるんだよね、でもね。あんまりさ、テレビで見なくなったからさ、あれ、いなくなったのかなと思って。M ステをずっと続けてる。そう、だから M ステの方も見ないからさ、あ、タモリさんまだいたんだと思っちゃった。いや、タモリクラブのタモリさんが好き。あー、まだやってんの？いや、あの、M ステの天使よりかは、あの、あっちの方です。あっちの？あー。あれは、あれはどういう番組なの？エロい番組なの？いや、あの、どちらかというと、探偵ナイトスクープに近い。あー、あ、じゃあ、なんか散策みたいな。うん、あ、そんな意外なのに、あのオープニングがあのエロチックなの。あああれだけです。多分勘違いする人いると思う。あれだけ。いいね。兄さん、今日の選曲めっちゃいいのに、あと頭上から見下ろしてくるヤモリに恐怖。いや、今日は城悟りアニです。ただごとじゃないね、この状態。本当はあのマーティ・フリードマンの新作を流そうと思ったんですけど、その前にあのインスト系で挟んでます。兄さん、ノリよく逃がしていただけると。カープボーさん、ウーパールーパーってあの姿でいるのは多分一瞬でしょ。成長したらただのイモリじゃなかったっけ。そんなことある？メキシカンなんとかっていう食用、食用として輸入したって聞いたことあるよ。ウーパールーパー、まあどうかは分からないけど聞いたことあるよ。だから唐揚げとかにできそうですね。まあカエルの肉ってほら、あの鳥研究さんだから爬虫類系は多分そうなんだ。いや、マジで引くわ。あの石垣とかでちょっと大量繁殖してる、あの、なんだっけ、これ食べるの？もうグリーンイグアナ、あの、とか食べたらチキンに近いでしょ。どうしたの？みんなゲテモノ好きなの？いや、強いわけではないでしょ。マジで？もう世界で言ったら日本人ゲテモノ食いですから、まあ、なんで？そうね、あの生で食べてるんだけど、もう魚とか鳥か、あとエビとか甲殻類とか。みんなでも同じように食べるじゃん。生魚はあんまりなくてもさ、でもあんななんかトカゲとか食べんやん。いや、でも生卵食べるとかもう海外からしてええー、ですよ。あ、そうなんだ。そういうニュアンスなのね。はい、どっちにしてもなんか鳥肌立つ気分あるし。日本の衛生管理が素晴らしいってことですね。すごいことなんですよ。そうやって食を楽しめる文化なんですよ。ああ、すき焼きもそうだね。イモリとタマリは性別から違う。兄さんいいね。イモリ、あのイモリ、ヤモリと格闘してるけど。父さんがイモリは群馬、タモリはサングラス。
井森さんはあれですか、あのレオタードで有名な人ですか。懐かしい、マジで。カクカクのダンス。あれ、深川亮と同じぐらいだよ。いやー、まだ滑らかなんじゃない、深川さんの方が。めっちゃすごかった、あれ。ゴーさんが、井森はお料理バンバン、タモリは一旦コマーシャル。テレビ井森はレオタードでダンス、タモリは世にも奇妙な物語。あ、全然違うね、そう考えると。メガネちゃんからオリオンビール T シャツ女子あるある、ズボン履いてるかってくらい大きめさが着てる人多いです。ああ、下からね、ショートパンツ、ショートパンツみたいな、へえ、あんまり見ない。でもまあね、水着のことはまあ見ない。あんまり兄さんがいる、タモリいた、タモリは、あ、生涯元気でいてほしいです、うん、まあ確かにね、タモリさんなんかいろんな人発掘してるっては聞くからね、タモリさんが。知り合いにウーパールーパー買ってる人いました、ずっとあの姿ですよって。あ、そうなの。ずっとってどういうこと。いや、さっきほら、あの、じゃあ大きくなったりする、小さいまま、なんでちょっと大きさから大きくならないってことでしょ。へぇ、メガネちゃん、もうさ、ヘビ買ったりさ、ウーパールーパー買う人たちがさ、ごめんだけど何が好きなの。あ、まあそれは人の趣味よ、趣向よ、趣向。どういう感じ。カモさん、なんか好きなものある。私はもう犬よ。そういう感じ、はい、それ感じなの、うん、まんま。なんかさ、インスタとかでさ、超でかいトカゲの脱皮を手伝ってたの、うん、もう超まんまだわけ、うん、あのあれ、カモさんが犬、ワンちゃん好きなのと同じ感覚で飼ってるんだよね、みんなね。そうだ、すげえ不思議だね。メガネちゃんが確か手を広げた時のサイズ結構でかくない。いや、結構でかい、いいぐらいだ。え、待って、これ尻尾あったよね、ウーパールーパー。尻尾までの長さ。そういうことでしょ。ってことは40センチぐらいあるね。いや、手広げたってでしょ。手広げたら40センチぐらいあるじゃん。え、カモさん、手広げた。いや、20センチぐらいあるじゃん。20センチだ、間違った。20センチぐらいはあるよ。びっくりした、今。これで40センチ。え、和田教授がいい。みんなびっくりする、画面越しに。カモさん、手広げたら40センチ。20センチ。20センチぐらいあるよ、多分。確かに言うてるわ、ちなみに今オリオンビールまだ2人ですけど、欲しい人、条件は FM ギネワに取りに来る。めいちゃんきついね、譲っていただけるけど。そう言ってたよ、いないならね。めいちゃんきついね。じゃあもう寝たはずだから、どうするか。ニコはもう万が一はゴーヤーチャンプルの人が食べる。じゃあ俺ずっとあのゴーヤーチャンプルが美味しそうです。ね、今ワタヤのゴーヤーチャンプル。うさがみそうだよ。ちょっと。あら美味しそう。T シャツがめっちゃいい感じ。ね、しかもあれじゃない、あのなんだっけ、豆腐まで入ってるの、なかなかなくない。いい感じ。めっちゃいいよ。いいね。兄さん、観光地にいるときはオリオン T シャツ着てるけど、ホテルで忘れてる人多い説。帰るときに置いてくんでしょ。あ、もうそこでしか着れないみたいな、テンション上がってきたけど、まあ、あれでしょ、思い出とともに置いていく。もったいなぁ。そうか、メガネさん、受け取るんですかって。あ、沖縄の人取れます、 FM 議論まで来てくれれば。だから沖縄の人が誰かわかんないからさ、あの挙手制なんですよ。兄さん、今日のご夕飯ゴーヤーチャンプルーだったよって。あ、うん、久々に飯取るわ、お腹すいて。スニーカーズしかない。あ、スニーカーズもらった。あ、ゴーさんが、うちはガパオライスだった。あ、おしゃれ、おいしそう。いいね、いいね。ガパオライスって何。なんかさ、あれマレーシアの料理なんで、どこの料理。ガパオライス。ガパオってどこだっけ、東南アジア系だよね。ゴーさんに聞いてみて、ガパオライスって何。ガパオはガパオライスだね。ガパオライスが分かる。あのひき肉みたいなパラパラのやつ、米に乗っかってる。ロコモコ的なやつ。うん、パラパラのあのひき肉にピーマンじゃない。三色丼みたいな。あの、そうそうそう、あれの肉版だけ。でもなんかアジアの味がするよ。はい、メガネちゃんがオリオン T シャツ忘れないでほしい。確かに間違いない。思い出とともに持って帰ってほしい。意外にオリオン T シャツ説多いですねって。みんな空港から来てるのかな。確かにね、どっから着るかだよね。カープボーイさん、ガパオライスってタイ料理じゃなかったっけ多分。ガパオライスってタイだっけ。多分でもあの辺のなんか香辛料が入ってちょっと特殊な味するよね。うちの長男オリオンの T シャツパジャマにしてるぜって。あ、かわいそう。
え、ちなみに私も T シャツパシャマネしてるよ。何の？オリオンちゃん。オリオンちゃん。今度オリオンちゃん来てくる。夏になったらちょっと明るめの色に変えるから。黄色と水色、水色？エメラルドグリーンみたいなやつ持ってる。今度来てくるよね。帰省の時にオリオンケース回収しておまけでついてきた。すごいね今。いろんな、でも最近なんかオリオン、なんかオリオンさん、オリオン工場さん、なんかイベントみたいなのやるよね。カップボーさん、今日は島唄ハイボール飲みながらカツオのたたき食べた。あ、いいね。あ、ひふみさんが聞いてたら喜ぶで。ゴーさんの昨年前。すごいね、そんな T シャツ作ってすごくない？でも大体 M とかでしょ。着れないわ。ナルトラさん、ローソンで沖縄限定のガパイライス売ってるねって。食べるじゃん。でもローソンって沖縄限定ってなんか謎じゃない？道渡ってそこにあるじゃん。じゃあ本当のガパオライスかだよ。そこじゃん。沖縄限定って言ってるから。そう、コウさんが八重泉うまーってきて、今今日じゃあ八重泉飲んでんだ。本当お酒の話ばっかり。八重泉っていうぐらいだから八重山のやいいね。みんないつからラジオ聞くようになったの？いいね、いいんじゃない。その通りいいと思うよ、うん、めっちゃ。その人たちに取り分けてみて。みんなさ、いつからラジオ聞いてる？カオさん、ちなみにいつから聞いてる？私、この回が始まるまで聞いたこといいさ。めっちゃぶっ込んでる。でみんないつからラジオってさ、聞く？きっかけは何なん？きっかけ、あれよ、今と違って、うん、昔って情報が乏しいじゃん、うん、今でこそスマホがあってとかあって、うん、テレビがね、うん、いろんな音楽番組やっててだけど、昔まず音楽番組なんてそんなにないし、うん、まあそうね、ね、スマホもないし、うん、で一番音楽聴けるものって何かっつったらラジオ。それでラジオ聴いてた？うん、小学生の頃はリクエストもしてました。マジで？だって私はもう安室ちゃんの曲が流れるからって有線を聞くというか、有線ってあるんやって思ったのよ。それぐらいのレベルよ。でも有線にたどり着くまでがある。そう、それまではだからもう全然知らなくて、有線有線ってみんな言うじゃん、有線って何みたいな。だってラジオって畑でも聞けるの。まあそうだね、確かにね。電波拾えるとこだったら、そう、どこでも入ってくるんだよ。それね、お金いらないじゃん。そうだね、うん、まあだから映像を見る派と、多分この音聞く派で、このなんていうか、生活のリズムじゃないけど、生活の中でどれを取り入れてたかで違うかもね。どんなに体を動かして、仕事して、うん、目も使って、手も使っても、耳は入ってくるんだよ。まあ、確かにそれも言えてるな。だから、探さない限り仕事してる人にとってラジオって、自然に耳に入るところは入るけど、流すところは流せる。だからふと、このあって思ったときに耳に入ってくるフレーズ聞いたら、ついつい何の曲だろうこれ、今何の話してたのかなとか、この番組何かなとか、それはあるかもしれない。あと沖縄職場がかけてるとかも多いですか、うん、あ、そうなの。今までなかったな。そうなんだ。兄さんなんてラジオは小学2年生からやで。すごい。郷さん、僕は中3から本格的にだけど、幼稚園児の時から母さんが車の中でベイ FM 聞いてたのがきっかけ、何ベイ FM って。何、海外、あ、横浜とかじゃないですか。ああ、そっち、やっぱり、ベイスターズとかのベイ。すげー。カープボーイさんが一番古いので言うと中学1年生、あの頃は RPC にハガキ書いていて、ラジオジャックっていう夜の番組のイントロクイズに出て、10問中7問外して効果歌を歌わされたことがある。ってことは参加してたの？すごい。いや、そういうことでしょう。いいね。兄さん、きっかけラジオ体操。そうだね、ラジオ体操っていうぐらいだもんね。いや、なかったな。カクボさん、あとは高校生くらいから聞かなくなって、7年くらい前からまた聞くようになった。有線昔入ってたって、坊さん。個人で入れるの？契約してる。個人で入れるの？なんか、イメージとしては企業さん。そうでもないんだ。
メガネちゃんさん、意外にもラジオ民多いですよね。内地の友達が沖縄のラジオ面白いって言ってました。まあ、人によるんですよ。あ、でも、今さ、だからいろいろ考えたけど、私も一回だけ横浜のラジオで、ベニちゃんが歌いに、歌うっていうから、嵐のベニ。ああ、嵐のベニ、見に行ったわ。めっちゃおしゃんなところで歌ってたよ。でもそもそもそれを見に行ってるから、私からしてみたらライブだけど。ああ、そうね。そう、聞く人はラジオで聞いてたと思うけど。それで当選したわけよ。当選したかな、もうだいぶ前だけど、めっちゃだから、それからベニちゃん超好き。そうなんだ。あの、もう一度よかった。めっちゃ、誰だったっけ、誰かって、クリスタル経営かな。多分、学校も同じでね、多分、超友達だったじゃない。違うかな。あの二人だって英語もベラベラだしね。そんな前から見てるんだ、聞いてるんだ。中3の高校受験かです。あれ受験勉強しながらピョンピョンって。僕は小学校6年生の時に親からカセットテープレコーダーもらって、で中学生の時にクモンであの CD プレイヤーもらったんで、だからラジオ聴かなくなったんですよ。自分で録音して聞かなくなったの、ね、音楽聴くようになっちゃったんで。で、高校からは高校1年生でもう MP3 プレイヤーに手出したんで。懐かしい。もうさ、そもそもでもさ、MD とかさ、ちょっと企業さんが聞いてたら MD プレイヤー復活させてほしいんだけど。また言ってる。マジで。ちょっと MD めっちゃあるのにさ、プレイヤー内は、充電機内は、あの付属品内は、で聞きたいのに聞けないっていうジレンマに抱えてる人多いと思う。ネットで探してる。でもさ、本当にないのよ。もうそもそもなんか、ないんだよ、とにかく。俺充電器付きであるよ。直せる人はいいと思うけど、マジでない。ナルトラさん、このラジオネームは18からずっと使ってます。じゃあ、なんか由来があるの。そうなんだ。でも、ナルトラってかっこいいよね。おい、ナルトラさん、そう言われてますけど。でも、ちょっと、あれだよ、ひらがなじゃなくて、ローマ表記の方が好きだけど。かっこよくない、ナルトラ。あれじゃん、彼女募集中。え、どこに書いてるの？あの、山下さんが言ってた。めっちゃ、ロジッチョナルトラさんは常に募集してますから。あの、そんなかっこいいなんて言うんだったら。でもお会いしたことないんだよ、確かに。いやいや、いい感じよ、メガネかけて。優しい、優しい。あれでは動画を見てよ、私。陽気で優しい。いいね。山内さんはって笑ってるじゃん、本人。カブボイさんがナイツのリスナーさんの話で、沖縄のラジオパーソナリティとの距離が近いから好きっていう人を話聞いたことある。公開放送とか行ったらすぐ会えて話ができるって、あんまりないって話してて、あっちも。あ、でも、まあまあ、ナイツってあの芸人のナイツさんだったら結局だから芸人さんだからでしょ。これナイチとかじゃないですか。あ、ナイチか、そういうことか。だから有名どころがさ、やるからじゃない、パーソナルの人も。だから芸能関係とかさ、マジで。でも私はちょっと最近、はい、あのイッサさんの番組見に行きたいと思った。なんで行って、コザ。コザでしょ。はい。まだやってる。やってると思いますけど、火曜日だったの。めっちゃ見に行きたいと思った。あのあっちには今僕も夜担当なんで、向こうに聞きに行けないんで。朝やってるの。いや、夜あ、夜やってるの。それこそアキエラさんにコンタクト取って遊びに行ったらいいんだよ。苦手。え、誰が。じゃあこういうコンタクト取るの苦手。いや、だってあっちパフェみたいになってるから。コンタクト取らなくても時間さえ分かれば全然立ち寄っていいんですよ。ちなみにさ、何話しかけてもいいの。いいんじゃないですか。すげえ、すごくない。分かんないです。一茶だね。裏口から来ない。分かんないです。何とも言えないですよ。めっちゃ。だから、イスさん来るときは告知しないはずです。うん、ちょっと待て。ふらーって来るんですよ。ふらーって。あ、そういうこと、うん、しれーって。え、ちょっと会えないじゃん、じゃん。いやいや、だから、あの日頃からいる人たちは分からん。ああ、大体こんなやってくるよね、みたいな。ちょっと情報を募集します。いい匂いしました。あ、じゃあ、いい匂いしたときはいるんだ。超気になってる。ちょっと見たい。すごいね。毎週やってるってことでしょ。
いや本人が毎週いるわけじゃないよ、これだけしか来ない。あ、そういうことなの？うん、そうですよ、プロデューサー的な立ち位置なんで。え、ちょっと待って、本人いないとき誰だって。だから他の一緒にやったりパーソナリティーさん間違えるの。なんだって言ったら、毎回やると思ってたわ。だからすげえなと思ったわけ。あっちで出る番組もあるのに、毎週こっちで帰ってきてんやと思って。いやさすがにそれはできないですよ。すげえなと思って、あ、やっぱそうなのか。マジか。シュプリームさん、MMD は年に切り聞きましょう。MMD? 年力で聞けるかな。カープボーイさん、ナルトさん、ナルトラさんか。70年はあれでしょう、ナルトさんかな。はい、では CM 巻きます。5秒前、3、2、1。はい、 K&K のミュージックキャノンをお送りしております。前半ロックからお送りしましたが、はい、後半はポップからお送りしていきたいと思います。はい、今回は、ちょっと K-POP をメインにお送りしていきたいと思います。まずは BTS 防弾少年団からダイナマイト、 TWICE で Feel Special、 BLACKPINK で Kill This Love、 ESPA で Supernova、 Tomorrow by Together で Deja Vu、 XG で Woke Up をお送りしていきたいと思います。それではどうぞ。そう、それでこそカオンさんよ、はい、それでこそカオンさんよ。先週だ。これ、それがカオンさんよ。これよ、これ。それそうだな。やっぱりあれじゃないですか、もうプレゼント取りに来る時も、うん、あの合言葉を決めて。そうだね、カオンといえば K-POP にします。あ、そっちなんだ。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 あれ先週のうちは。カモさんにスニッカーズじゃないですか。そうですよ、合言葉とともにビール取りに来た、はい、ビール取りに来る方は必ずカモさんにスニッカーズを、カモさんのスニッカーズを、はい、いやいいね。だからどう思ってくるかね、はい、あ、めっちゃ皆さん分かってますよね、合言葉にしろ理由しっかりここに K&K エンジンスケアのカモさんへって貼り付けてこうスニッカーズをめっちゃウケるな。カオさんにスニッカーズですからね。スニッカーズをご持参ください。むずむず今回で。それでこそカオさんに。いや今回でもまず久々にちょっとね初心に戻って。いいんだよ。うん、そう。ちょっとじゃあ K-POP も紹介していこうと思います。先週本当にカオさんと話した後に俺だって悩んでさ、どうしようかな、今週どうしようかなと思いながら、うん、前半ロックからは。って思いながら、うん、どうしようかなって頭の中でなんか悪いさせ合いをするわけですよ。めっちゃウケる。ずっと頭の中で、俺の頭の中でこう今日どうしようかって流れてたのは、前半6曲からお送りするのは AKB48 でヘビーローテーションを6曲ぶっ通してお送りしたいと思いますって言おうかどうかって思いながら上悟りアーニーにしたんだよ。マジみんなええってなるわ。ちょっと反抗期しようかな。今回はだからちょっとね、まあ、紹介も、まあ、BTS ってもうね誰がでも知ってるんですけど、韓国ではちなみに BTS って言わないのよ。バンタンソニョン団って言って、バンタンソニョン団、バンタンソニョン団、そうそう、だからみんなバンタンって言うの。バンタンって言うの。そうそうそう、バンタン。 BTS っていうのはあくまでこれ世界進出を視野に入れてるために、防弾少年団のバンタンソニョン団を頭文字みたいな感じで取って BTS なだけで、そう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 、はい、由来で BTS でございました。そうやって覚えていただけるといいと思います。バンタン、バンタン、そうそう。でこの曲ダイナマイトはもうね流れすぎて私そんなに聞かないんだけど、日頃はね。だけどもうめっちゃ多分代表的な曲じゃん。だから今日はちょっと久々にいいと思って。だけど SMAP が歌うダイナマイトもあるじゃん。もうダイナマイトって言ったらさ、 K-POP だったらもうBTS だけど、スマップじゃない、J-POP って言えば。ああ、まあ。ダイナマイトの青い稲妻とかさ。ああ、懐かしい、ね。あの辺じゃない。だからアイドルってやっぱりダイナマイト歌うんだな、みたいな。っていう感じで、はい。ちょっとバンタンはね、だから私あんまり BTS ってそんなに言わないんだけど。バンタン。そうそう、BTS ってどっちが先だっけってなるから、だからバンタンソニョン団から来てるから BTS です。あ、でも、俺の周りにいるこの BTS 好きな子も、うん、バンタンって言う。言うでしょ。そう、みんな言うんだよ。バンタン。いいね、めっちゃ久しぶりだね。 TWICE とかもめっちゃ久しぶりじゃん。もうそれでいいんだよ、それでカオンさん、これフィールスペシャルです。
スウィースペシャルも、まあ、ちょっとね、結構その TWICE ずっと曲、なんだろう、ヒットしてるから、どの曲も代表曲とも言えるぐらいの人気な曲も多いんですけど、今回は、まあ、ちょっとダンスナンバーをお送りしたいなってことで、今回はフィールスペシャルにしてますけど、まあ、そもそも TWICE も韓国人の9人組のガールズグループなんですよ。で、TWICE って英語で2回って意味なんですけど、二度っていう意味もあって、で、なんかこの曲、あ、なんだろう、グループ名につけた理由としては、いい音楽で1回、一度ね、はい、で、素晴らしいパフォーマンスで2回、2度目の魅了するっていう意味で、一度もらった愛を2倍にして返すっていう意味で TWICE っていう、はい、っていう名前になってはいます。はい、で、今回のこのフィールスペシャルっていうのも2019年にリリースされた楽曲になっていて、で、TWICE 自体人気もすごい高くて、今も人気じゃないですか。で、楽曲もすごい多いんですよ。だから多分 TWICE 好きの人に聞くと、好きな曲が結構ばらけると思うのね、私的には。だから、まあ、どれですっていうのはそんな言えないんだけど、結構このフィールスペシャルは結構、なんだろう、このノミネートっていうか、なんていう、みんなが好きな曲の中ではまだ結構上がるんじゃないかなっていう曲で今日は流してますけど、多分日本で一番人気になったのが TT っていう歌、こうやって涙のさ、こうやってダンスするやつ、 TT っていう、あれで一番あの TWICE は多分爆発的に人気になって、多分みんなに認知されたんじゃないかなって思うんですけど、だから多分日本では TT でもいいかなと思うんですけど、はい、それの人たちです、 TWICE って人たちは。なるほど。そうそうそう。で、ダンスも可愛いんだけど、どっちかっていうと私は真顔でキレッキレの踊る方が好きなんで、 TWICE の中では、まあ、どっちかっていうともうこっちも可愛い系になるんだけど、私が好きなのは I can't stop me とか、なんかブレイクスルーとか、もうがっつりダンスみたいなやつが好き。ぜひ聴いていただけるといいなと思います。でも結構もうアイドルなんでブリブリのやつ、まあ、AKB みたいにめっちゃブリブリのやつもあるんですよ、衣装とかもね。だからそういうのも見ていただけるといいかなと思います。なんか全然この私が K-POP をスタートした頃と今とは全然ちょっと違う、なんかやっぱり海外寄りになってるっていうのはすごい、なんか、うん、だから、なんか昔のやつもだからたまにはちょっと流そうかなと思いますけど、うん、だいぶ変わってきてはいる。だからライブとかもだから行ったら絶対楽しいと思うんですけど、掛け声とかもあって、だからみんな行く前に練習するんですよ。この歌ではこうやって愛の手を入れるみたいな練習とかあったりとか、なんかこうやって言うんだよとか、あのみんなペン同士でこんなって言ってるよ、あんな言ってるよみたいなのがもう練習みたいなのがあって、そういうのもやってたりとかするんですけど、最近行けてないからもうどうなってるか分かんないですけど、結構だから、うん、TWICE はいろいろあると思います。ツイキャスの人たちが応援してるかもしれない。いいね、来たねー、いいねー、どこから、続いてこの曲ブラックピンクさん、まあ多分ブラックピンクはもう分からない人いないと思うと思うんですけど、ここも韓国の4人組のガールズグループです。で、ブラックピンクってブラックなのピンクなのって思う人もいると思うけど、最も綺麗な色って表現されるピンクっていうのを少し否定しているという意味があって、美しいものが全てではないという意味が込められているようです、うん、はい、で、なんかスペシャルなものっていうのにはなんかブラックっていうのがよくついてるっていうのがあるらしくて、だからブラックピンクで決められている、まあ、女性グループらしいですね、うん、なんか私もなんか調べててへーと思いながらそうなんやと思いながら、はい、で、なんか K-POP のこのグループ名は必ず意味があるんですよ。で、結構なんか、なんか日本人では思いつかないようななんか名前とか、だから結構こういうのはなんか韓国人が考えてるような考え方みたいなのがちょっと学べて面白いかもしれない。そうそう。って思うのが結構多い。そうそうそう。で、今回は、なんだっけ、今日今流してるの、キルギスラブ流したけど、2016年に韓国でデビューした時には、ブンバヤでデビューしてるんですよ。
でさらに日本では2017年、翌年にもまたもうすでに新人として異例なんですけど、あのデビューショーケースで日本武道館で開催してて、でその時には20万件以上の申し込み殺到して、すごい話題になったグループでもあるんですね。でドゥルドゥとかで結構広まったと思うんですけど、まあ、ちょっとこう耳に残る感じの曲が多いん で2019年に発売したセカンドミニアルバムで、このキエディスラブが全世界配信されて、アメリカの iTunes チャート1位でも記録されてるんですけど、そこもまたすごい話題になったんですけど、韓国女性アーティストとして初の快挙を成し遂げて、さらにこのキエディスラブは公開されたあのミュージックビデオが3日間で再生回数1億回を突破したんですよ。1億ってすごいな。で177日後には6億回を超えてて、でそれでもすごいやばいねってなって、新人来たねみたいになってて、すげえ盛り上がった人たちでもあります。そうそうそう、そう考えたらすごい。でももう今ブラックピンクとしても確かにまだ曲出したりとかして、まあ、海外でもライブしたりとかツアーしたりしてますけど、それぞれソロもやってて、それも結構まあちょっとチャートを賑わせてはいるので、その辺もまたちょっとおすすめではあります。うん、はい、ではまた追加質問行きましょうか。以前は個人契約可能ですよ、皆さん。そうなの？知り合いに頼んで流れてるとこを見るんで。そうなんだ。カブボーさん、イッサさん、何回作るか分からない。ああ、そうなんだ。沖縄に来た時間があれば、ああ、そうなんだ。え、でもさ、どれぐらいの確率で会えるかだよね。イッサさんがいるかだよね。検証してみて。どれぐらいで会えるかっていうのが重要かもしれない。検証してみて。実際に。そうそうそう。アシュプさん、コウさんのアドバイスが生きたねって、ありがとうございます。メガネさんからカオさん戻ってきたスニーカーズ用意してる、あ、これいただきました。はい、兄さん、カオさん K-POP、J-POP までレゲエとかの月決めしてもいいかも。ああ、そうだね。まあちょっと今回は一旦はまた K-POP をお送りしていきたいと思ってます。メガネちゃんからバンタンソニョンダン、あ、そのダンじゃないんだけど、まあまあいいでしょう。兄さん、花火、クラッカー、拍手、ありがとうございます。シュプリムさん、赤坂にあるのは TBS、 ああ、もうややこしくなるわ、余計に。兄さんが、ラジオからロックと K-POP が流れてきてていい感じだよ、ドライブ来て。ああ、でもなんかもう今沖縄はすごい蒸し暑くて、でもドライブは気持ちいいかもね。クーラー全開。あ、そうだね、だから窓開けれないじゃん。もういつまでは、私ドライブの時とかさ、エアコンつけてなかったんだけど、それいつからやめたかなって思った。今まではだからエアコンつけずに窓全開派だったわけだけど、いつかからはもうエアコンないと無理ですってなってるわけ。いつからだったんだろうなと思って。沖縄帰ってきてからじゃん。ずっとよ、沖縄帰ってきてから。だからあのここが暑いの。そうなのかな。内地では涼しいから窓開けてたじゃん。そうかな。めっちゃいつからだろうって思ってた最近。湿気湿気やばい本当に。メガネさんか、コウさん、キャンさんは K-POP 聞きますか。いや、あのカオさんの影響で K-POP ここで耳にするぐらいなんですよ。まあ、僕は結構たまにチェックして DJ で使えそうなのを使っています。だから自分が知らないジャンルなんで、あのカオさんがポップス選曲するのは結構楽しみにしてるんですけど、うんうん、だからあ、やっとカオさん帰ってきたって思う。一度メール行っちゃいます。はい、行きましょう。行く？オッケー。じゃあメール行きたいと思います。進撃のメイちゃんからありがとうございます。コウさんとカオさんとキャンチーこんばんは、はい。体はめちゃくちゃ元気なのですが、足はまだ走ったりとかが厳しく、まだ転んだらいけないのでゆっくり歩いてます。気をつけて。いや、マジお気をつけて。日常生活は別に大丈夫で、仕事はお願いをしてゆっくり歩いてお仕事してます。無理は禁物で、ドクターストップがかかりました。2回目な、大丈夫？そしてそんな中も写真は送付したいと思います。キャンチー審判員からのご指摘ご指導ぜひいただけたら嬉しいです。音符ではでは最後まで放送頑張ってくださいね。ありがとうございます。木山商店と相棒のもこさんの写真集です。ツイキャスに載せて構いません。先のお休みって来てますね。寝てるんかい。オープン？はい、いいですか。OK、いきます。何このシャツ、かわいいね。みんなお揃いなんだね。いいね、かわいい。だからお二人とも表情も撮れていいシャツ。大河君とモコちゃん。はい。この人、キャスターだよね。
あ、金山さん。オールシャープデイだ。シャープの日。あ、これあっちだ。どこだ。コンベ。コンベンションですね。ね、これだったら舞台映した方が良かったかもしれないね。ああ、足元ね。はい。金山めっちゃき。どうも、あ、持ってるか。これが愛もこさんの愛さん、じゃあもこさん、どっち？愛もこさん、愛もこさん？うん、違う違う。あ、こっちはタイガさん。この人一人で愛もこさん。うん。もこさん。もこさん。愛さんが男なの？うん。愛ろ、愛ろ＆高野、愛ろさんと。ああ、そういうことか。愛ろさん、あの人なの？うん。え、待って、夫婦だよね。夫婦だ、夫婦ですよ。いや、知らなかった。こっちは兄ちゃんだっけ？近く、こっちも弟か。だ、こっちが兄ちゃんか。で、こっちがいとこかな。あ、違うな、こっちが兄ちゃんか。なんだ、どうした。これは歌った曲だよってこと。カラオケ感じゃ楽しそう。これ、あれ全部、何アニメ系ナポリタンとかと。君の知らない物語とか。スーパーサイズ、これはそうでしょ。とりあえず僕の番組のオープニングだったやつ。あ、これ君の知らないものだね。愛しのナポリタンは違う。は知らないです。これ聞きたいね、逆に。めっちゃ面白そうやな。OK! あ、まだあるか。次次。あ、これはあれですね。第0巻ですね。なんだっけ、スラムダンクだ。はい。雨上がりのシャンダリア、加速するサラリー。はいはいはい、今回のか。次はめっちゃその瞬間だな。どうした、戻った、次戻ったよ、戻った。あ、なんでこの表情、なんでこの瞬間切り取ったの。じゃあもこちゃん面白いんだ。じゃあ見て、超笑ってる。大学のいい顔が。もこちゃん面白いんだよ。面白い、これなんていう時なんだろうね。足怪我したのって時。一回戻るよ。はい。あ、じゃあもういい？シュプさんも。シュプさんと、シュプさん。時間ちゃんと。シュプさんありがとうございます。カモさん、コウさん、月曜もできる男さん、奈良から。あれ？いや、メール。何だった？あ、さっきは静岡だったんでしょ。あれじゃ、写真がじゃないんです。あは。はい。今流れてる曲、XG さんはさ、全員さ、日本人だわけ。なのにさ、めっちゃ綺麗だわけ、発音。だけど、しかもさ、全部英詞だわけ。で、今回の曲、ほとんどラップだわけ。うん、めっちゃ、やばい。この人たち、聞いて。XG。うん、XG。しかも、ガールズの癖、癖に言ってたらやばい。ガールズなんですけど、ダンスもキレッキレだわけ。めっちゃやばい。見てみて。ガールズ、ブリブリってよりかは、もうシャキシャキって感じだから。見てみて、マジで。XG。めっちゃやばいから。しかも本当に宇宙人みたいな顔してる。この、そういえば丸コメの話、丸坊主の話してさ。誰が何の丸坊主や。私が一回丸坊主やってみたいって話してさ。ああ、おばれか持ってくる。この XG の中に、かわいこちゃんがいるんだけどさ、丸坊主してきたわけ。やっぱり人生で一回やってみたかったって。あれ見てちょっとやめたわ。じゃあ、もうさ、いいと思うよ。やっぱ怖い。ちょっと怖かった。だから、やめた。よし、じゃあ行くよ、シュプリムさん、はい。6月4日から始まった関西撮影旅行もぼちぼちゴールが見えてきました。というのも、6月13から15日は三重県伊勢の、海でダイヤモンド富士撮影、6月16日は三重県の県庁所在地の津でアジサイとポートレート撮影をして、いいね、京都、奈良に戻る予定でしたが、月、火と警報級の雨予報が出ていて、どないしようか来ないしようか悩んだ結果、月曜は比較的天気がマシな静岡でゆりか、ゆりやあじさいの撮影をすることにしました。ってことで3日間チャレンジして見事に敗戦となったダイヤモンド富士撮影の結果やいつものあれを送ります。ちなみに姫からの連絡2週間以上無視しまくっています。やり返してる。あ、逆に。じゃあ1番目は伊勢三重、あ、夫婦がいいね、みかんのダイヤモンド富士めっちゃいいじゃん。234が三重県津市風早の里、5が雲海煙る早朝の伊勢神宮。あ、超いい。伊勢神宮みたいな。6姫、はい、行くよ、はい、うー、あー、いいですね、夫婦は。待って、私同じところに行ったけど、こんな綺麗な写真撮ってないよ。超綺麗だね。張り込みだよね。
うん、雲があるのもいいね、やっぱこういう写真はね。そう、見事にさ、本当にこんななってんだよ。すごくない、この岩。でしかも距離も近いわけ、意外に。泳いでいけそう。いや、素晴らしい。いい、出産甘いかいね。めっちゃいい。行くでー。なあ、姫じゃない人。あ、曲はまた1曲分だけ余ったんですけど、ちょっと今日は、うん、ちょっと僕がかけたかったリュース、いいね。じゃあそのまま流そう。はい、いいね、アジサイ。え、曲と合ってるよ。現地調達したんですね、うん、え、でもめっちゃ美人そうだね。綺麗だね。ね、この傘が水色ってのもまたいいね。この人が紫ってのもいいじゃん。人は選んでるの、それとも着てるものとか選んでる。ちょっとご回答を。ああ、きつね。おのののか、おのののかって人いたでしょ、はい、あの人に似てん。なんか雰囲気似てます、ね、似てるよね。え、ベビーメタルのファンかな、きつねのお面。 ご結婚されてるよ。いいさ、人妻やね。いいさ、シュプリムシ。いいじゃん、美人さんだね。待って、流星の時にいいところ流れた。おー、いい、いい、あー、超いい。すごい、すごい、すごい。なんかちょっとヨーロッパチックだね。かわいい、このお花。満開だね。ふふーせい。ふふー。あと一応、リスナープレゼントのご案内もしないので。あ、そうね。結構、ほぼ大丈夫。急にね。あ、来た。伊勢神宮。あー、いい、めっちゃいい。これ超でかいんだよね、この木がね。すごい、すごいのよ。マジででかい。本当は大きい。すごい、すごい。そう、めっちゃ高い。本当にこれで見上げるぐらいだわけ。でしかもみんな門ここをくぐって抜けたり出るとき必ずレイするわけ。自転してから。面白いよ。伊勢神宮いいね。めっちゃいい。お伊勢さん。うん、めちゃめちゃいい。もうやっぱここ行ったら赤服やで。食べ物の話。そうそう、赤服最高。あっちさ、赤服の喫茶店があるわけ、唯一。めっちゃいいよ。姫いいね。今日は赤だね。やっぱし。はい、いいでございます。お綺麗な方ですね。うん。いいね。あ、終わりだ。姫がラスト。ありがとう。シュプリムさん、ありがとうございます。ありがとうございました。キャンさんが、キャンさんが時間を作ってくれて、リスナープレゼントの話しましょう。行こうか。もうこれ今戻しているじゃん。はい。やばい。やばいやばいやばい。あ、やばいやばいやばい。なんだっけ、ゴーさん持ってきたよ。はい、今決定がカープボーイさんと、カープボーイさんとナルトラさん、ナルトラさんとメガネちゃんさんは来れる人なのかな。はい、あと、あと2、あと2組。かわいい、かわいい。あ、見てシリーズ E。 このシリーズあるんだ。あ、俺が持ってるのがあれだね。あ、メガネちゃんさん欲しいらしいですよ。誰誰誰誰誰、メガネちゃんさん。あ、いいよ、ぜひぜひ取りに来て。もうみんな取りに来てもらえる人だったら全然いい。あと1人3名いるうちの今4人必要で3人埋まったんで、あと1人。ここはカープボーイさんから韓国は少女時代以降全然わかんない。あ、今度少女時代流します。韓国で美しいものだけが全てじゃないって考え方あるのに、あんなに整形美人が多いのは確かに。え、これ言ったらいいやつ。いや、まあそこはもう紹介し、でも、でもそう言っても日本人も最近なんかプチ整形多くなってきたよね。課金大事。うん、大好きさんのコンティニューコイン、ありがとうございます。メガネさん、なるほどなるほど、ういうい。手まりさん、パソコン壊れたの。100時間のゲームデータがいなくなっちゃいました。これを機にバックアップ学びます。ぜひベテランさんに聞いてください。そうなの、100時間ってなかなかゲームしますね。辛いっすね。辛い辛い。100時間もきついよ。いやー、すごーい。シュプリムさん、間違えた。静岡です。静岡かい、うん。よかった。一応富士山から太陽が昇っていますが、兄さん、アジサイと女性のカラーが素敵ですね。ほら、やっぱりめっちゃいい。ファインダーを覗いて全く匿名がなかったのですが。あ、姫依存症だから。あ、それでか。まだだね。兄さん、キャスク、ありがとう。メガネちゃんと、じゃあカープボーイさんとナルトラさんと3人は決まってます。もう一人、もう一声、もう一声、もう一声、誰が来るかな、先に。いいですか、
何を持ってきた？ビールやで、ビール。あのクラフトビールを。Yes. プレゼント企画のビール。合言葉は？合言葉は、カオさんにスニッカーズを。らしいよ。みんな覚えたわ。もう私忘れるよ、多分。あ、沖縄大好きか。沖縄大好きか。ビール飲むんだっけ？取りにおいで。兄さん、ビールいいですね、できてる。あれ、兄さん決まってたよね。私、誰食べて行った？カブボーイさん、メガネちゃんさん、ナルトラさん、あと一枠、あと一人、挙手して挙手、早く時間ないで、まあ、これの人誰かな、誰かな、ビール出てきてる、ビールいいですね、出てきてる、はい、二人ともいい感じよ、どっち、はい、手まりさんが来たよ、ありがとうございます、最高じゃん、ケルブグさんありがとう、かわいい、沖縄大好き、あ、いいじゃん、あ、いいね、収録だから、沖縄大好き、はい、沖縄大好きさん、じゃあ以上4名、はい、ぜひ4名取りに来てください、合言葉は、合言葉はカオさんにスニッカーズ、はい、これを言っていただければキャンさんから受け取れます、よろしくお願いします、お願いします、はい、ありがとうございます、ありがとうございました、また来週もお送りしていきます、どうぞよろしくお願いします、はい、じゃあ、今日は収録終了、なんで締めた、え、あれ先見せよう、ゴーさんのライトゥーどうするかね、ちょっとあの来週相談しようね、ゴーさん、じゃあ一回締めて、はい、カモさんにスニッカーズを、お疲れ様でした、お疲れ様でした、はい、みんなありがとうございます、また来週お会いしましょう、それではアンニョンさん、バイバーイ、バイビー、アンニョン。